正中義士伝、小野寺十内集は、正中義士伝小野寺十内祭、小野寺秀和元禄十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤浪市四十七氏の一人、小野寺又八の子。通称は十内、画号は、里流、越官。本生は、藤原氏。家紋は木工。変名は、千木十安。官営十年、浅野家家臣。 小野寺又八の長男として、日立国家様に誕生。母は、田川旧左衛門女。弟に、岡野金住、姉に、定律にがいる。また、ま明、政時あき、ま中村元時なども宴席にあたる。阿こ藩主として使え、百五十国を治療。漢文末から、遠方初年五郎の間に、はいかさ、五え門の娘の二と結婚し、 二と修和は仲睦まじいことで知られ、二の妹、伊予も修和の幼女に迎えられた。また、修和は武道のみならず、和歌、古典、儒学にも通じ、元六七年に京都留守教役を拝命したのを機に、慶で、儒者、伊藤神祭に慶子を学び、さらに夫婦で、歌人、婚虫慶案に支持して、数々の和歌を残している。元六十四年三月十四日、四君、 朝野長典が江戸城小塩廊下で、キラ・義仲に人情に及び、朝野長典は即日切腹、阿公藩は海域と決まった。京都でこの教法に接した周和は、老母と妻を残し、鎧一両、槍一筋を愚して、老城打ち字に覚悟で、阿公へ駆けつけた。阿公城会場では、大石義雄の右腕として活動。江戸幕府目付、荒木聖は、 坂木原聖子との接待役に当たった。赤城明け渡し後、6月に京都に戻った。基本的にはその後も大石派として行動し、7月に大石が長野の親族であると出してに、主家最高の探元に訪れた時も堂々している。その後、長野の辞典、浅野長広に、広島本家お預かりが決まり、主家最高の望みが消えると、 大石義雄は仇討ちを確定し、元禄十五年十月に、修和も、瀬尾孫左衛門と共に、江戸へ下り、大石の着難、大石義金や養子秀富と工事待ち、中村塾宅にて同居した。偽名として、千木十安と名乗る。その後も、討ち入りまでの間、大石義雄を、よく補佐し続けた修和だが、元禄十五年四月二十一日には、養女医を、 9月5日には、弟の丘の金住、9月9日には、母と、この頃立て続けに血縁を失っている。12月14日のキラテー打ち入りでは、裏門隊に属して、吉田金助、相田光信と共に、裏門隊大将、大石吉金の貢献に当たった。邸内に侵入すると二人の敵が現れ、吉田と共に、これに当たり、周和は、槍で一人を打ち取っている。 屋敷の裏口を巡視すると、林家の土屋王子正だで歌詞が騒いでいるので、周和は大声を上げて、自分たちが朝野家家臣であること、土屋家には迷惑をかけないので生還してほしいことを頼んだ。周和は、その後、二人の敵を倒している。うち入り後は、大石義雄らと共に、熊本藩主、細川津成の下屋敷へお預けとなる。細川家にお預け中は、 妻丹と織に触れて、和歌のやり取りをしている。元禄16年2月4日、幕府の命により細川家家臣、横井時武の解釈で切腹。去年61、主君、浅野長典と同じ高輪仙学寺に葬られた。戒名は、人育試験神事。なお妻のには、終和の死後の6月18日、京都本国寺で絶食して自害し、夫の後を追った。 ありがとうございます。